その仕事面で、そう仕事面では松田聖子さんみたいな人、あ、逆に一生アイドル人にも憧れます。やっぱそういうモデルの人がいる分だけ、はい、真似はできないじゃないですか。そうなんですよ、真似はしたくないから、うん、やっぱ自分がそう大人になって何年後かに私に憧れられるような存在にならないとダメだなって思うので、うん、そうだよね。自分らしく素敵な女性になりたいです、うん、将来は、はい、女優さん、将来はなんかは子育てがしたいです。子育てがしたい、はい、おお、そっか、はい、羨ましいね。僕たちが絶対できないと子育てがしたいの、はい、子育てがしたいです。子供が好きで、本当になんか握手会とかでちっちゃい子とか赤ちゃんとかが来ると本当に嬉しいんですよ。うーん、多いんだね子供とか。はい、そうですね。そっか、今の自分の弱みみたいな弱点みたいなのはありますか？弱点、ちょっとニコニコしすぎですかね。ああ、確かにね、はい、分かるかも。それが結構最近自分にとって笑顔で常にニコニコしてるのってそんなになんかいいことじゃない気もしてきたんです。うん、わかるかもそれは、うん、でもほらそのやっぱニコニコする職業、みんなの笑顔を振りまく職業、アイドル、はい、まあ、要はそういうことをやるアイドルになってどうですか、良かったですか、やっぱり。うん、そうですね、やっぱステージが本当に好きなので、うん、私は自分的には向いてるとは思うんですけど。じゃあいいか悪いかは、いいか悪いか、なんて良かった、まあ悪かったっては言えないよね、いや、そうですね、言えないし、わからない、まだね、そうか。総選挙で12位にこう戻ってこれて選抜に、うん、すごくやっぱ一回落ちた分すごいありがたみとか、うん、本当になんかすごい人の温かさとか倍実感して、やっぱこんなにもまだまだ私を応援してくれる方がいるんだって思える幸せとかはすごいアイドルになってよかったなって思いました。でも前代未聞のアイドルになりたいです。なんかあ、こうアイドルやのにこんなこともありなんやとか、なんかこういう質問 NG ですよとかなしにする。おお、それは新しいかもしれない。なんかアイドルって結構守られてるじゃないですか、うん、だけど何でもありアイドルを目指したい。なるほど。